はい、こんにちは。今回は Outlook2016 でメールの保存場所を変更する方法を解説していきます。Outlook を購入してインストールすると、規定値では C ドライブに保存されるようになっています。今回はそれを他のドライブ、D ドライブとかに変更して保存する方法を解説していきます。 まずは先に規定値の状態を確認していきます。エクスプローラーを開いて C ドライブの中にあるドキュメント、これをクリックと。その中に Outlook ファイルっていうフォルダがあります。これをクリックしていきます。そうすると自分が作成しているメールアドレスとメールの本体が表示されます。今回はメールアドレスを公開しています。 こちらはテストメールなので、テストメールなので公開しても問題ないと思います。また、この動画を作成した後には、このメールアドレスは完全に削除しておきます。で、ポイントとなるのは、拡張紙を見ると、拡張紙が PST になっています。今回説明していくのは、拡張紙が PST です。それに対して、Outlook ではもう一つ、 OST っていう拡張子があります。拡張子が OST に関しては今回省略します。なので作業を進めていくのはあくまでも PST です。拡張子が PST であれば作業を進めていくと。で、今回は D ドライブに保存先を変更すると。で、そのやり方としてまず準備が必要になります。なので一回階層を一個上に戻って、 このアウト o ックファイルのホルダー、これをコピーしますで。右クリックしてコピーして、そのまま、今回は D ドライブ、D ドライブをクリックと。で、D ドライブの中で貼り付けると。なら、ここにアウト o ックファイルって貼り付けることができました。この状態で、まずは F2 キー、F2、キーボードの F2 ですね、これをクリックすると。なら、名前変更になるので、 ここは自分で自由に名前を付けると。今回であれば2020の Outlook にしておきます。省略して OL にしておきますで。このように D ドライブに設定することができたら、準備は完了なので一回閉じておきます。次に Outlook を起動します。今ここにアドレスがあります。 で、この状態はまだ C ドライブの設定になったままです。これを D ドライブに変えていくと。で、どうするかっていうと、一番上のファイルをクリックします。で、この画面が表示されたら、この四角いアカウントのところをクリックします。で、クリックするとさらに表示されるので、このアカウント設定をクリックします。ならこういった画面が表示されます。この画面が表示されたら、まず確認していただきたいのがここ。 一番下のここ。大きくします。データファイル C になってます。C のユーザー名、アウトロックファイル、その中に PST があると。これはメールのメールのタブになります。もう一つデータファイル。こちらをクリックします。データファイルをクリックして、ここに今 C になってます。データファイルとメールの設定。 メールアカウントの設定。この2つの設定を変更する必要があります。まずはデータファイルから変えていきます。非常に慎重になってほしいところなんですけど、操作ミスをするとメールの送受信ができなくなります。必ずよく確認して操作を行う。まずデータファイルになっていることを確認して、その下の追加をクリックします。追加をクリックしたら、 こういった画面が表示されて、今 C の中身が表示されています。今回は D ドライブに変えたいので D をクリックすると。で先ほど作った2020 Outlook ってフォルダー。こちらに先ほど作ったフォルダーがあります。その中の拡張子 PSD を選択すると。で、OK をクリックすると。するとここですね、D になっています。C の下に 今設定した D がありま,すまず D の方を選択して規定値に設定これをクリックすると規定に設定をクリックするとなら注意書きが出るんでそのまま OK をクリックと黒いチェックマークが D の方に変わりますで本来はここでこの C の情報を消したいんですけど今この状態では消すことができません 1一回アウトルックを閉じないと消すことができません。で、閉じる前にもう一つ、メールの設定の方、こちらをクリックすると。こちらをクリックして、ここを見るとこっちは C になったままです。なので、ここを D に変える必要があります。ここを D に変える必要があると。なので、このフォルダの変更をクリックすると。で、この画面が表示されたら、新しいアウトルックデータ、こちらをクリックします。 で、同じように D ドライブ。変更する方の D ドライブを選択して、先ほど設定した2020アウトロックのホルダーをクリックして、拡張し PSD を選択すると。で、OK をクリックすると。で、この元の画面に戻ったら、そのまま OK をクリックすると。はい。そうすると、こちら、今、ここがですね、D に変わったかと思います。D2020 になってます。 これでで設定は OK です。1回閉じるをしてアウトロックも1回閉じますアウトロックを1回閉じたらもう一度アウトロックを起動しますで非常に手間になるんですけどめんどくさいと思わずに必ずこの作業をしないと正常に設定できません1回閉じてもう1回開くとでもう1回ファイルをクリックしてアカウント設定をクリック さらにアカウント設定のところをクリック。なら、この画面が出ると。で、先ほどのデータファイルのところをクリックして、先ほど消せなかったこちらの方を今度は削除すると。C の方を選んで削除をクリック。なら、このように削除しますかって出るんで、そのままはいをクリックと。なら、削除することができたと。で、確認してみると D のみになってます。なら、ここが正常に。 D のみが選択された状態です。で、メールの方も D のみになってます。これであれば正常ということです。一回閉じます。では実際に送受信してみます。一番上の送受信ボタンをクリックすると。はい。そうするとこのように、そうすると Yahoo のメールと Outlook のメールが 受信できましたこれであれば正常に設定ができているというのが確認できるんではないかと思います。はい、今受信することができたんで、今度は送信してみたいと思いますえ。そのためには新しいメールをクリックと。で、宛先は自分自身にします。2020の3月16日。こんな感じにして、まあ内容は適当に。 あーにしときますこんな感じにしときますで送信をクリックしますでは送信をクリックと今送信トレイに入ってるんでもう一回送受信しますはいそうすると送ることができましたではもう一回受信します はい、そうすると自分に送ったメールがきちんと正しく受信することができました。はい、これであれば間違いなく設定に問題がないっていうのが確認できるかと思います。そして D に設定できたので一回閉じておいて元のドキュメントにあるこの Outlook ファイルこちらのこちらのフォルダーごと削除します。 では削除すると、はい、そうすると C ドライブのアウトロックフォルダはなくなったと。この状態でもう一度アウトロックを起動します。正常に起動できて、送受信をしても正常に終わるので、間違いなく D ドライブにこの2020の方に 設定ででききていいるるのが確認できるかと思いますこれで万が一 C ドライブが壊れたとしても今後は D ドライブに常にメールの本文があるので C ドライブが壊れてもメール本文だけは大丈夫ということになりますシステムイメージで回復した時にも規定値の C ドライブだと消えてしまうんですが G ドライブとか E ドライブにしておけば消えることがないと 今回のメールの保存先の設定は以上になります。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。